ほど貨物船にて重大事故が発生しました。自衛隊が人生今日も飛ばしてるな。上からガミガミうるさいったらないよ。あ、師匠ってのはこの部隊の演出家のことね。階段の上にいるけど近づかない方がいいよ。フィナーレの演出決まらないみたいでピリピリしてるんだよね。重大事故が発生。ようこそ僕のお店へ。この公演の責任者と分かりました。名前はササク、有名な演出家です。舞台の見渡せる高い場所から準備を指示しています。ダメだ。ああもうこんなんじゃバトンをいくら頑張ったって。一体何がダメなんだ。あ、聞こえちゃってました。実はその、落ち着け。いや、そのお姉さん、めちゃめちゃ素敵じゃないですか。ほとばしるオーラっていうか存在感、目を離せないその雰囲気、佇まい、そんな風になれる秘訣が知りたいです。急に秘訣と言われても、まったく本当に落ち着きがないんだな。すいません、興奮しちゃって。実は自分の影の薄さに困ってまして、ここでバトンパフォーマンスをやっていても誰も見ていてくれないんです。バトンの腕には自信があるんです。でも注目されなきゃ芸人としては意味ないですよね。客の注目か。とりあえず見た目だけでも派手にしたらどう。ああ、それがですね、うちはバトン修行ばっかりやってきたせいで、おしゃれに関しては本当疎いんですよ。私もかなり疎い方だな。いやいや、お姉さん素敵ですよ。うちなんか自分のどこがまずいのかもさっぱりわからなくて。そうだ、お姉さんのセンスでデコレーションを集めてきてくれませんか。たくさんのデコレーションを見られたら、うちのファッションセンスも花開くかも。あまりセンスに自信はないが、集めるだけならまあいいだろう。本当ですか。
ありがとうございます。世界にデコレーションがどれだけ存在するのかうちにはさっぱりわからないんですが、適当に集まったと思ったら見せに来てもらえますか。よろしくお願いします。デコレーションは店で買ったり人にもらったりして入手できます。いくつか数が揃ったら彼女に店を行きましょう。これに加えない。わあ、いっぱい集まりましたね。どれどれ、ちょっと見せてください。ビッコーンと来ました。きらめきましたよ。ちょっと着替えてきますんで待っててください。地面発注の解放者の関与が疑われます。これに加えない。どうです、このファッション。ちょっとは派手になってますかね。ああ、良くなったんじゃないかな。ありがとうございます。でもまだまだですよね。まだ派手さが足りないって自分でも分かってます。お姉さん申し訳ないんですけど、もっと集めてきてくれませんか。さらにアイデアがひらめきそうな気がするんです。お願いします。お姉さんが頼りです。地面発注の解放者の関与が疑われます。これに伴い大使の宮殿は閉鎖。どうにかキャンディーちゃんとお近づきになりたいな。いろんなことを話してみたいけど、俺には話しかける勇気がないんです。事故の原因は調査中ですが、地面発注の解放者の関与が疑われます。これに伴い大使の宮殿は閉鎖。キラキラが大量ですね。ちょっと見せてくださいよ。ピコピコーっと来ました。またひらめきましたよ。ちょっと着替えてきます。覗いちゃダメですよ。これに伴い大使の充電は減った。物資の運搬および配給も中止となりました。繰り返します。先ほど貨物どうですか。今度の格好はだいぶ派手に。恥ずかしい。ああ、かなり人目を引くな。これなら客も注目するだろう。でもまだお姉さんのようなオーラは。あれをこうしてアレンジして。お姉さん大変恐縮なんですけど、もっともっと集めてきてくれませんか。究極のファッションがあと少しでひらめきそうなんです。お願いします。お姉さんが頼りです。先ほど貨物船にて重大事故が発生しました。演劇の責任者を探して話をつけましょう。キャンディーちゃん、いつの間にか常連のギャラリーもついて人気のパフォーマーになってるんです。どうですか、うちのまばゆいニューモード。ここまで派手でいいんだって気がつきました。そうだな、なんだか頭がクラクラするが目が離せなくなったのは確かだ。まあそのインパクトはすごいな。ああ感じる。たくさんの視線を。みんながうちを見てくれてる。さあご覧ください、究極のバトンパフォーマンスですよ。いつの間にかすごい数のデコレーションが集まってしまいましたね。せっかくですし、キャンディーちゃん、いい笑顔でバトンするようになったな。あのセンスを超える自信はないな。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。いらっしゃいませ。優雅なひとときをどうぞ。
エリアの市場にチョコボガールがいたよ。なんかの宣伝かな。いらっしゃいませ。またお越しください。おう、なんだ。今花火を用意してんだ。ショーで使うやつ。うん、役者さんか。話があるなら演出家のサザックさんに頼む。あの人が責任者だ。宴が始まれば大観衆の熱狂で相当盛り上がるでしょうね。いらっしゃいませ。またお越しください。
これからもお礼を言わせてください。キャンディーちゃんの悩みを解決してくれてありがとう。作戦のタイムリミットを過ぎました。ここまで来てほしいですが、作戦は明日に持ち越しです。今日はもう他の場所へ向かうか、あるいは作戦を振り返ってみて明日うまくやる方法を探してみましょう。遅れたぞ。お客さんを待たせるつもりが。なんだあんた、俺のファンか何か。悪いが今日の公演は中止だ。カオスの影響でな。チケットをお買い求めのお客様には倍額での払い戻しが行われます。今宵は残念な結果となりましたが、明日の舞台にご期待ください。またのご来場をお待ちしております。次準備しとけよ。もたつくんじゃねえぞ。なんだ、ステージの調子を確認しとかなきゃ。遅れたぞ。お客さんを待たせるつもりが。師匠はこの舞台の総責任者ね。階段の上から舞台の準備を指示してるよ。え、役者さんか。話があるなら演出家のサザックさんに頼む。あの人が責任者だ。感激ツアーで事故があったって聞きましたか。参加しなくて正解でした。日が楽しみだな。我は町の大使は知ってますよね。ユスナーンの大使様はみんなが安心してハメ外せるのもスノーさんがにら閲覧のエリア付近に潜伏している。まさかとは思いますが、スリの被害に。ああ、やられたよ。子供だったが、手慣れた様子だったな。やはり、あの子はまだ盗みを続けていましたか。あの子、ピケットは、かわいそうな子供なんです。弁償はいたしますので、見逃してやってはくれませんか。あのスリを知っているのか。はい。
あの子はみなしごなんです。どんな事情があろうが盗みは犯罪だ。お分かりになりませんか。親を亡くした子がどれほど心細いものか知っている。親のない子を憐れむ他人の同情もな。もしやあなたもご両親。踏み込むな。どうかどうか力を貸してください。あなたならあの子と気持ちが通じ合うかもしれません。この手紙をあの子に渡してくれませんか。あの子の父親から預かった形見なんです。どうして自分で渡さない。ピケットの父親とあんたはどういう関係だ。魔物を仕留めるハンター仲間でしたが、あの子の父親は私のせいで亡くなったんです。ですからあの子は受け取ってくれませんでした。ピケットに父親の手紙を渡してやってください。あの子が立ち直るきっかけになると思うんです。ピケットは閲楽のエリアで旅人を狙っています。どうにかして父親からの手紙を渡してください。あの子にどう謝ればいいのか、どう接すればいいのか分からずに時間だけが過ぎてしまいました。
うです、うちの品は。言わないとダメなのか、た食べちゃうにゃん。いやー、これをあげるから許して。花火を入手できました。やりましたね、ライトさん。何か面白いことでもあったのか。夜の宴の時間に開知らないの？
ょこちょこ。解放者様、なんか用ですかい？おじさまが笑顔を取り戻せて本当に良かった。主に私のおかげね。大使の宴は。いらっしゃいませ。誰って、レディックのことだよ。どうしてんのさ、今。美食のエリアのお店を回って美食を知って。大使の宴へようこそ。宮廷料理の数々をご堪能いただけます。はい、いらっしゃい。らっしゃい。体力足りてますか？お魚の油は体にいいよ。ようこそ。いらっしゃい。ありがとうございました。マスターグルメが相談に乗ってくれるって、それは。あんたに用はないな。かっこいい。あんた強そうだな。闘技場に出たら大人気間違いなしだ。いらっしゃい。ゆっくり見ていきなさい。どうもありがとう。当ホテルでは最高級のサービスをお約束いたします。その魂を解き放つ。見えざる領域に導く。残された時を。はっ。やっ。はっ。やっ。やっ。すべてが終わる。邪魔だ。はっ。
どうも。花火欲しいの？ライトさん、もう少しで箱舟に戻る時間。いらっしゃい。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。うわぁ、盗んだものは返さなくていい。お前のものだ。なんだこれ、手紙か。宛先は俺で。け、なんだ、親父からかよ。暇さらなんだってんだ。宛先はお前だ。読むも捨てるも好きにすればいい。言われなくてもそうするよ。あんたに何がわかるってんだ。ああ、わからない。子供の体で何百年も生きる苦しさも、親を亡くして一人で生きる寂しさも、お前にしかわからないな。そうだよ、わかってるじゃねえか。私は違ったんだ。両親は失ったが、妹がいた。一人ではなかった分、お前より恵まれていた。ってことは、あんたも親を。ああ、亡くしたよ。親のいないかわいそうな子、そんな風に同情されるのが嫌で、他人に壁を作ったり、早く行ってしまった親を恨んだりもした。でも、妹がいたからな。僕には、誰もいない。一人ぼっちだ。そうだな。一人で生き抜いてきたお前はきっと私より強い。そういう自分に誇りを持て。そして探すんだ、誇れる生き方をな。誇り？僕に誇りなんてわからないよ。ごめん、一人で考えさせて。釣りは足を洗ったよ。誇りなんてよくわからないけど、あんたに捕まって説教されたくないからね。現在、素材の換金なら全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。酒と美人のマスターがおもてなしするわよ。現在、大衆親衛隊が全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。のんびりしていられませんよ。もう少しで箱舟に帰る時間です。解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。報酬にもいろいろあるが、いきなり勝利の役。野菜を使った健康料理。いらっしゃい。大衆の宴にマスターグルメが来てるの。現在、大衆親衛隊が全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。らっしゃい。ようこそ。警備がたくさん。現在、大衆親衛隊が最高の。いらっしゃいませ。解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。
力で。いらっしゃいませ。帰りなさい、お姉ちゃん。何？いや、何でもない。気にするな。やっぱり気になるよ。せっかくまた会えたのに元気なくて。笑い方忘れたみたい。これぐらいで精一杯だな。心から笑える気はしない。大丈夫、また笑えるようになるよ。あの頃に帰って悲しみが消えたなら。あの頃というのは？遠く失われた日々。私たちはまだ過ちを知らなかった。なのに私たちは間違った宿命を背負わされて、何の意味もない戦いに希望を求める過ちを犯した。時を超えたお前の旅も無意味な過ちだったの。だって何にもならなかったよ。命がけで戦ったのに世界は壊れて私は死んだ。これが失敗でなくて何なの？だから私は捨ててしまうの。過去はもう振り返らない。過ちの記憶は切り捨てて、新しい世界でお姉ちゃんと暮らした懐かしい日々に帰るの。少し言わせてくれ。旅が間違いだったというなら、その責任はお前を旅立たせた私にある。過ちを犯したのは私であって、精一杯頑張ったお前は何も間違っていなかった。結果だけ見れば失敗だったのかもしれないが、かといって旅の間の思いや出会いを全て否定はしないでほしい。ごめん、私は二度と思い出したくない。なかったことになればいい。そうか。セラの言葉が信じられなかった。辛い体験でも受け止めて自分の糧にできる子だと思っていた。ルミナの戯言がよみがえる。あいつはセラが偽物だと言っていたが、いや、こんなことで妹を疑う私の方がむしろ人として偽物なのか。けれどこのセラはやはり、それ以上言葉にできなかった。認めるのが怖かったんだ。昔のままのあのセラが偽物でしかないことを。週末にせめてもの猶予を。ライトさん、無事でしたか？
さっき一瞬ひどいカオスの反応に見舞われました。この箱舟にまで侵食が始まったんでしょうか。またセラと会った。神は約束を守り、あの子に会わせてくれるだろう。新しいセラにな。新しいってどういう意味ですか。神が蘇らせるセラさんは本来とは違う別物、偽物だと。違う、言葉のあやだ。本来のセラが新しく生まれ変わる、そういう意味だ。嘘ですね、ライトさん。本物とは違っていた。何かが欠けていた。違いますか。あの、答えなくても構いません。聞き出すための質問じゃないんです。ライトさんが考えをまとめるヒントになればと思って尋ねているだけですから。僕はあくまでライトさんの、ライトさんとセラさんの味方です。ライトさんはセラさんの復活を条件に解放者になった。あの人はいわば人質です。でもそのセラさんが偽物だって言うなら、人質の意味をなしてないことになりますね。浮かない顔ですね。何かあったんでしょうか。
。